ジェイソン・ジョーダン・シーゲルはアメリカ合衆国の俳優、脚本家である。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、ロサンゼルス市内のパシフィック・パリセードで育つ。父親は弁護士。ユダヤ教徒だがカトリック系の学校に通っていた。ジャド・アパトーが制作葬式を務めたテレビシリーズフリークス学園で有名となる。以後、アパトー作品の常連となる。2005年からは、 人気テレビシリーズ、ママと恋に落ちるまでに、レギュラーで出演。2011年、ディズニーから公開された、ザ・マペッツの脚本、制作総指揮を担当すると共に主演を務め、エイミー・アダムスや、ジャック・ブラックらと共演。2015年、人生は、ローリング・ストーン、デビッド・フォスター・ウォレス役で、第31回インディペンデント・スピリット賞、主演団優勝にノミネートされた。 2014年、キルステン・ミラー教著の自動書、ナイトメアズ3部作で作家デビュー。2017年には同じく、ミラー教著のヤシリーズ・ウザーワールドを発表した。2021年、別世界からのメッセージでは企画、制作葬式、脚本、主演のみならず、第1話の監督も務めた。2012年春頃から、 女優のミシェル・ウィリアムズと交際していたが、2013年2月をもって破局している。2014年より、アーティストのアレクシス・ミクスターと交際していたが、2021年に破局を発表した。ナイトメアズ・サンブサクラストリアリティシリーズ。ありがとうございます。